呼びいただきました、大津市民をはじめ、関係者の皆様のおかげと心から感謝を申し上げます。今日高松市で開かれた記者会見に登壇したのは大津市の徳永副市長と観光地域づくり法人北マネジメントの関係者です。大津市はオランダの国際公式認証機関グリーンデスティネーションズから世界の持続可能な観光地トップ100選に2年連続で選出されたのです。景観保全やエネルギー消費量の削減など未来に向けたより良い地域づくりに努力している観光地を毎年表彰しています。今回大津市が選出されたのは地域社会の繁栄部門。前回の評価ポイントとなった町屋の再生に加え観光に携わる事業者同士が連携してのイベント開催、住民向けの町づくり勉強会の開講など地域コミュニティを活性化する活動が評価されました。今日のお花半通りです。大津市が前回100選に選ばれてからある変化が起きているといいます。増えたんじゃないですかね。確かにね、中国人かいろいろとね、今は結構ヨーロッパ系の人も多いし、家族連れはアジアの人が多くて、お遍路さんはヨーロッパ系の人が多いかな。民間企業のちょっとデータでもあるんですけども、フランス人の方がコロナ前から比較すると 7.5 倍増えたっていうようなデータも本当最近発表されまして、伊予大津駅観光案内所の調べによると今年4月から先月までに大津市を訪れた外国人観光者数は2271人と2019年の同じ期間と比べ2倍近く増えています。国際的なこういう、認証制度に登録されることによって、国際的にもこう認知された、いろいろなウェブサイトにも、出ますし、でそういう面での認知度向上にはつながると思ってます。世界基準の観光地へまた一歩、期待が高まります。今後はですね、我々も海外商談会とかにも積極的に参加していこうと思っておりますので、サステナブルな巻であるということをブランディングにしていきながらですね、海外発信をさらに進めていきたいなと思っております。